ヘイチョンチャンネルで僕らは育った。ヘイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ヘイチョンチャンネル、ヘイチョンチャンネル始まるぞ。パラッパラパラッパラけど、はい、金取れるかもしれないです。あ、はい、もう団体。そんな感じ？そんな感じです。初めて金取れるかも、あ、メダル取れるかもしれない。ついに金メダルですか？ついに金メダル。田村でも金、谷でも金ですね。違いますけどね。古い。あ、違うんです。ちょっと違いますけど。でもこっち近いですもんね。そうですね。だからブルーインパルス通りましたよ。そうなんですよ。ブルーインパルスがね。僕も見た。あ、見ました。見ました、見ました。すごくかっこよかったですよね。撮りました。撮ったなんか。撮りましたけど、なんか天候が悪くてすぐ消えちゃいましたよね。そうか、そうか、そうか。あのね、その話も一個あるんですよ。はい。なんかテンションが上がられたみたいで、先生が、ブルーインパルスが飛んでますって言って、私のところに動画が届いたんですよ。見てみます？ジムの外から見えたブルーインパルスです。送ったのやつ見てた、うん、すごーい、すごーい、あ、泣いてる、泣いてる。何、どこに、わかんないです。電線、電線しか私は見てませんけど。ちょっともう一回。電線です。どこにブルーインパルスが、電線を、はいはいはい、これ、ほら、え、五輪の青です。五輪の輪の青。今ここほら黄色を描いてるの。ほら。私何のリアクションもしませんよね、当然。何をやってるんかなと思って、何をされてるんかなと思って、無視でした。ジムは来てるんですか？いや、あのね、そこですよ、そこのとこです。はい、もうね、先生お忙しくて。はい、ちょっと断られてるんですよ。あら、嘘です。本当に忙しいっていうのは、忙しいだから会員さんが増えちゃって、はい、会員さんがたくさん来てるんで、やっぱり何度かちょっとごめんなさいって言い手が合わなかった日はあるんですけど、でもおそらくなんですけど6月の頭ぐらいから一切連絡なかったと思います。だから焼肉行ってるのが確か5月の末ぐらいですかね。そうです、はい、5月末に。そうでしょ。そっから来てるんですか？来てます。何回？来てますよ。何回来ました？何回って何度も来てますよ。じゃあ言いますけど、7月13日までに痩せるっていう約束で再入会しましたよね。こうやって遠藤さんがね、トレーニングをまあ紹介してくれませんかっていうことで、はい、飛び越えて紹介するわけにはいかないから。本当は嫌です。トレーニング継続が本当は嫌です。それは痛っ。それは7月13日までって言って、7月13日までっていうのはちょっとだから遠藤のね、兼ね合いがあったから、遠藤から連絡が、3人でグループライン作ってるんですよ。だから一向にそれならないから、遠藤は来てないなと思ってますから。遠藤さんは一応ちょっといらしてなかったんですけど、うん、一応、あ、この時までに何キロになりました、今何キロですっていうご報告はいただいてました。はい、さすがに遠藤さん、太りましたよね。そう、太って、本当にそう思います。本当にいや、太ってないよ。F カップってどれぐらい？わかんないけど、 F カップぐらいありますよ。2歳でください。今見ましたね。今見られました。ひどいわ。私のことを言いなさんなよ、遠藤が誕生、私の誕生日じゃないですから、7月13日は。そうでしょ？
私関係ないですよ、その誕生日。悲しいのが、はい、コメントでも誰も言わなくなったっていうのは悲しいですよね。やりますよ。なんか痩せなきゃいけないのに表面ばっかり綺麗にしてるでしょ最近。どういうことですか、うん、ねえ、シミ取ったりコブ取ったり気にするとこそこじゃないですよ。そうどこだよ。お前気にするところはまずは表面からですよね。だからやるって言ってんです。じゃあやるんですか本当に。責任持ってくださいよ。いや、この待ってください、この年会何回やったんですか。そうもうね、いやいや本当この話をねずっともう再放送見てるみたいですよ、うん、デジャブっすデジャブ、デジャブ本当に。責任取れるんですか。責任取ってください。それも聞いたことあるんですよ。今日はね、ちょっと出かけます。聞いてないです。聞いてないです。聞いてないです。一応何時から何時までっていう風にもうお時間をいただいたじゃないですか、はい、なので今日次のお客様がやっぱ18時半19時ぐらいまでに帰ればいいっていう風にもう聞いたんで、その時間をもう私はいただけたと思ってるんです。すいません、出ますんで用意してください。お願いします。何するんですか。さあ出かけよう。さあ出かけよう。待ってください。一回測定しません？測定？うん。誰かやめたんですか？やってます。昨日だから何だか堤下さんに99って言いましたよね。90クックちゃん。クックちゃんって。はい。俺絶対持ったと思います。あるわけないじゃない。だって僕ら知ってるの 100.05 以来。100.05 よりなかったらどうする？もうもうもう。へえって。空いてる時間全部ください。わかります。本気でやるんだったら。本気でやるって言ってんだよ。このやりとり何回やってるんですか。私髪の毛がこんなに伸びてんですけど。そんなに髪の毛切らした頃本当にボブだったんですよ。昔の映像見たらね。そう、本当に短かった。髪の毛綺麗じゃないですか。どうもケンチョンです。先生、はい、こんな格好で。こんにちは。こんにちは。稲田先生です。はい、稲田彩子です。よろしくお願いします。聞いたな。チキショー。チキショー決定的瞬間を逃した。でも神出てくるもんね。本日、うん、100.6。あー、アウト。100.60 でしょ。100.05 だから。え、100.05 だったの。だから 550g 減ったってこと。嘘でしょ。まあでも服のこと考えたら、服のこと考えたら100.05一緒か、うん、標準との差 37.6kg です。うわー、子供一人分だ。でで で, 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 で、あ、何かありますか。いや、そんなことより、あ、そんなことよ。今日は先生早く出かけるんで。何しに行くんですか。いいから着替えてください。動かないことってありますか。じゃこれでいいんですか。それでいいっちゃいいけど、あ、そう、羽織ってますし、あと私服もありますけど。あ、私服みたいですね。エロいな。いや、私服、え、なんで私服見るのがエロいんや。言い方、言い方なんです。私服見たくないですか。私服で、私服って、普通の普段着ですけど、はい、いやー、本当に久しぶりですね、先生とこうやってデートするの。デートなんですか。デートな、俺も思った。デートなんデートなんですか。先生、どこ行くんだと思います。いや、全然わかんないです、はい、私、本当に教えられてないので、いや、そんな教えるようなことじゃないですよ。でも、もう本当先生にはね、いつもお世話になってますから。だからでもね、もう本当、ね、台風もちょうど、なんていうんですかね、やっぱりこう、我々を祝福するかのような、こう天気もちょっと晴れてきましたね。何ですか、祝福って。いや、なんか祝福っていうか、こう、本当だ、何を祝福するんだろう。だからもう、なんか、あ、
どうぞどうぞ今日はお出かけくださいみたいな天気になったっていうことです。なるほど。行くところはじゃん、ホテルです。え、どういうことですか。あ、ご飯食べに行く。はい、ご飯食べに行く。あ、俺腹減った。まあまあまあ、ホテルに行きます。ありがとうございました。終わっちゃった。はい、ホテルに行きます。はい、ホテルに行きます。衝撃的。今日実はもうちょっとお部屋を取りました。どういうことですか。ラブホですか。ラブホではないです。ラブのホじゃないです。そんなとこ入ってくるの嫌ですよ。いや、ラブのホじゃないです。何ホですか。ちゃんとしたホテル、ちゃんぽ、ちゃんぽちんぽみたいな言い方やめてください。ちんぽみたいな、ちゃんとしたホテルだから。ちゃんぽって言ってほしい。ちゃんご、ちゃんとしたホテル、ちゃんご。嫌われますよ、もう本当に。何を嫌われる必要があるんですか、ここで。もうだって我々もう入会大会も言わなくなってるんですから。はい、入会大会をこんだけ繰り返す、うん、ヘビーユーザーだと思ってくださいよ。だからもう多分ですけど、はい、先生の気持ちを言うと、はい、どうでもいいんですよ。何ですか、どうでもいいって。今まではね、こう入会だ大会だって付き合ってくださってましたけど、うん、もうどうでもいいんですよ多分もう。はい、何ホテルですか。言っちゃっていいんですか。何ホテルか。え、じゃあ楽しみにしときます。はい、はい、京王プラザホテルです。言っちゃった。言った結局言った。京王プラザホテル。はい、あの京王プラザホテルのセミスイートご用意いたします。すごい。嘘でしょ。本当に京王プラザホテルですか。なんかよく見たら帝王とかさ、まあ、帝王、帝王ホテルプラザとかじゃないですか。歌舞伎町の赤字。いえ、違います。違います。はい、帝王プラザホテルのセミスイートをご用意いたしました。先生どうぞ。どうぞ。すごい。え、何ですか。いやいやいや、まあまあ、なんか結婚式終わったみたいになってますけど、はい、結婚式が終わったみたいな。見てください、はい、先生。うわー、あー、そういうこと。あらーらー、先生お誕生日ねー。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアあやこ。ありがとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。はい、ありがとうございます。すごい。やはりね、やっぱり先生、あの誕生日っていうのがね、はい、あの7月の24日だったんで、はいはい、なんかしてしないといけないなということで、ちょっと今回はこういう風にサプライズさせていただきました。ありがとうございます。すごい。おしめすぎ。あらーれー、綺麗ですね。いやー、よかったですよ。すごい高ね。じゃあ、いつか最高の自分に、いつか最高の自分に。何の曲ですか。いつか最高の自分に。イエーイ。イエーイ。はいはいはい。キスは嫌と言っても反対の意味よ。松田聖子ですね。キスは嫌と言ってでもはーすごいコンビネーションですね。すぐわかる。意味よ。じゃあ開けます。何ですかこれ。ケイチョウが用意してくれたんですか。まあ、ケイチョウというよりこの角田さんですかね。わすごい。なんていうんですか。お、ハートだ。マカロン。
マカロンじゃないんでしたっけ。マカロン、ハートのマカロンじゃないですか。あらーれー、かわいらしい、見てください、ハートハートハートもらいました。あー、じゃあ私は茶色ですね。今日はカフェオレコーデなんで。テジョン、これ開けてあげてください、うん、ワイン。まあね、ちょっとこの後お仕事もあるんで、はい、うん、乾杯。乾杯で。いやなんか素敵な絵ですね。これな、大丈夫ですか。なんかケイチョンチャンネルっぽくないんじゃないですか。いやいや、ケイチョンチャンネルはこういうこともするんですよ。なんか私このワインかけられたりとか大丈夫ですか。あ、かぶりますか。いいですか、かぶりますか。あ、ケイチョン車ですもんね。車なんで、ね、まあ、僕乗ります。お前が飲んで、なんでだよ。いや、現地も車は。ふざけんなよ。先生、乾杯。乾杯、ありがとうございます。ありがとうございます。ふざけんなよ。美味しい。先生のリボン。なんですか、それ。バースデーリボン。やばい。ちょうど、だって持ってきたんですから。持ってこなきゃよかった。本坊と。あやさん、乾杯。何ですかこれ。 Can you celebrate? Can you give me tonight? 何もできない。何ですかこの時間。素敵。ケイチョンの曲が来るかと思った。ケイチョンチャンネルで僕らは育った。ケイチョンチャンネルの子供たちだ。何ですかこれ、この時間。いやー、やだー。お帰りください。これ帰ったらどうなんですか。お食事もちょっとね、あの頼もうかなと思って。あ、ルームサービスね。ルームサービス。何で出ちゃうの。みんなで。みんなで、ね、みんなって3人なんで、もういない、いない方がいい。広いから距離取って人呼びます。いやいや、そういうのはいいです。え、もうルームサービス頼んですか。ルームサービスはまだ頼みました。私は頼んでませんけど。え、どういうことですか。あなた何か頼んだ。俺頼んでないです。私のせいもなりましたよね、今、うん、隣いや、なった。あなたのところ。あ、稲田先生。あー、びっくりした。ハッピーバースデー。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。もうびっくりした。伊勢に来ました。お前何しに来たんだよ。すいません。お前なんだよ。稲田先生。はい、頼む、おめでとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、なんだろ、どういうこと。いや、マッキーさんも一応連絡は。なんでお前が言わないといけないの。帰りな。いや、帰りなさい。だって先生もダメ、これなんか、あの、いや、盗聴器とか入ってますから。いやいや、ダメだ、お前、このダメだ、盗聴器。ああ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 わー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 、なんで QR なんか言うの。はい、じゃあ私の QR で出ちゃうじゃない。いいよ、登録してあります。ちょい、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 でもやめろ。おいくお願いします。ちょっとこういうところやろな、恋の始まりみたいな。そう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 。あ、いいっすね、なんか元暮らしじゃないけどね。そうですね、元暮らしじゃないけど。なんであれと来たの。なんであれとが呼んだの、この人。いや、もうさっき言いましたけど。仲良しなんだから。仲良しなんだから。仲良しじゃないよ。ケイチョンチャンネルみんなでお祝いしようっていうことですよ。おめでとうございます。つまらんわ。そうですよ。だからインスタでもメッセージいただいて。え、インスタで。はい。おい、何してんのお前。インスタでメッセージいただいたという。稲田先生が誕生日ってあげてたから、おめでとうございます、良き1年になりますようにってメッセージはいただきました。だからお前この間、お前シミ取り、俺行った時お前もシミ取ったんか。この男が俺んところ行って、お前僕も取っていいですかっつって、お前やったらシミ。ここ気になった。あ、本当だ。
なんかぶん殴ったら痛い痛い殴ったここ綺麗になったんですよ。何だよやばい。今先生見てください。ここ本当ですね。なんかちょっとだけまだね赤みがありますけど取れたんですジャイアンみたいな。何だよ、俺が染み取ったところに行ってお前やってもらってるだけだよ。お前ほんまジャイアンですね。ほんとジャイアンですよ。ジャイアンカラーですよ。帰れジャイアンカラーじゃないですか。こううやむやにしようとしてるわけですよ。はい、わかります、はい、7月13日のやつ。はい、それは良くないと思う。何が？あ、うやむやしちゃう。何が？うやむやにしようとしてるでしょ、これ。うやむやしちゃう。だってあれ遠藤だよ。あれ遠藤が言い出したことですか。私関係ないです。遠藤の誕生日の話ですから、私は関係ないです。いや、俺は良くないと思います。ちゃんとね、そこはちゃんと決着つけないとでしょ、はい。何の決着ですか。だから、痩せなかったじゃないですか。ん ?7 月13までに。私今考えたんですけど、4人でダイエットしません。4人で巻き込みません。なんで巻き込むんですか。4人ってことは先生も。私もやる。ちょっとそうする。マジでガチンコで。でこれはもうちょっと待って。だからこれ8月だとしてね。8月の頭からっていう。まあだから今日が7月24日ですから。それはいつまで。じゃあ2ヶ月。ヤナさんが落とすのと私が落とすのは。相当違う。いや、それはだってアスリートです。ずーっとそういうのをやってきたし、俺なんてそんなもう最近どころかずーっとそう言ったまま微量微量増えてった人間ですから、はい、できてないよ。いや絶対これデブ得っすよね。そう、全部何がデブ得や、お前まあデブが得。いや、確かに、ね、デブ得ですお前、またお前、こめかみいったろうかパンチ。じゃあ2ヶ月。で、マイナス何キロいったか。10月1日まで。10月1日まで。あった？ありました。あ、ほら、やっぱあるんです。すごいおしゃれな。ほんとだー、時計みたい。これじゃあ、山さん俺はいいの。8時。ちょっと待って先生。101.4。ちょっとなんで増えたんですか、先生。なんか、増えた、101.4。あ、お水飲んだからじゃない。ポケットなしですよ。はい、すげーあるんですよ。靴下脱いだ方がいいじゃないですか。あ、ダメか。脱いだ方がいいのか。これ87.0。え、私どうしよう。60とか言ってたらそれだけでショックなんですけど。いや、松本くん結構痩せたもんね、最近。でも、お、ちょっとこれ、やっぱ76.5。56.5。はい。じゃあこれでスタートです。スタートです。はい。じゃあこれ負けたらなんかあるの。有限定。お、マジですか。富士屋でしょ。だって有限定撮影できない。富士屋でとにかくお好きなだけ食べてください、ね、飲んで食べて、うん、好きなだけ飲んで食べてください。頑張ります。でもなんかね、直前になって絶食とかし始めちゃったら。いや、そんな絶食の5キロでしょ、うん、ですか。5キロ痩せるのすごい。そう、私5キロ痩せるのわけが違うんで、ね、はい、だって俺ずっとしてないんですよ、そういう痩せ方。僕もですよ、それ言ったら。待ってください、なんか途中経過とかやります。しません。しない、もうしません。しません。どうですか。走って帰ろう。マジでか。分かった、じゃあもう俺は帰る。じゃあ、ね、バイバイ。もういいです。もうなんで。え、ここはどうするんですか。あ、もういい、もういい、ここは言ってたから おしまいよ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。